はいはいよー、じゃくん。はい。じゃくん、おはようございます。はい。はいはい。はい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 。はい、ぱんちゃんもおはよう。そしてジェン君、はいはい、こっちもか。ジェン君、トイレ終わったの？ジェン君、ポンちゃん、ポンちゃん、お誕生日あと2日です。今日18だよね。あさってお誕生日なのでプレゼントが届いちゃったよ。届いちゃったよ。あ、混み合ってます、混み合ってます、混み合ってますけど、混み合ってますけど、はい。ポンちゃん、なんだこれ、なんだこれ、ポンちゃんのだよ。ポンちゃん、お届け物ですよ。ポンちゃん、よかったね、なんかもらいましたよ。ポンちゃん、すごいいっぱいもらったよ、これ。ポンちゃんの好きなものみたいだよ。で、その前にこれもいただいちゃいます。はい、ありがとうございます。ポンちゃん、これ大好きだよねって俺やん。そうだ、びくってしてるよ。黒犬の好きなものをいっぱいもらいました。よかったね、こんなにいっぱい。すごいね、買ったら大変なことだよね。ありがたいね。どうもありがとう。ありがとうございます。これはポンちゃんじゃないから避けとおきます。うん、これ、ポンちゃん開けてもいいですか？いいと思う。ふる、うん、いいね、ポンちゃん。あ、やれる？あ、よいしょ。開かない。いたいた。おー、すごい。ポンちゃん、なんかしっかり隣に。ポンちゃん、ほら、すごい。ポンちゃん。はい、ポンちゃんの大好物の。チェックの違いがあるね、このでかいやつ。初めて見た。マグロホタテミックスのこの黄色いやつ。初めて見た。はい、そして。すごい。はい、豪華版でーす。ポンちゃんの好きな鶏ささみミックス。そして、はい、まだまだあるよ。てます、はい。シーフードバラエティだって。みんなポンちゃんいっぱいだね。カンペもあるよ。なんか豪華だよ。すごいいっぱいあるよ。これなんか豪華そうなんですよ。まだあるの？まだある。はい。鳥ささみ。で、はい、ポンちゃんの方から。はい。はい、そこもから。はい、いっぱいだ。はい。あ、ポンちゃん。はい。欲しいなーって感じ。おやつ、三昧でございます。やったね、はい、ポンちゃん。寿司三昧のおじさんみたいに手広げてみてください。でも自分のって感じ。そうだね、あの乗っかってチェックしてる絵になってるんだけど、顔が黒くてわかりません。これで光らせる。え、光ったら見えるの？顔がね、顔がわからないんだよ。あ、目が見えた。よいしょ。見えますか？どうすか？あ、眩しい、はい。ちょっと眩しいね。はい、そうだね、ぱんちゃん。よかったね。どうもありがとうございます。ありがとうございます。ぽんちゃん、ぽんちゃん、大変です、大変です。またもう1便届いちゃいました。ぽんちゃん、あれ、はい、こちらでございます。はい、はい、ゆかり、ゆかり、元祖エビせんべい、かっこゆかり。ゆかり、おいしいよね。うまいよね。おいしいよね。はい、ありがとうございます。そしてまだまだ続きをどんどんいくよ。はい、こちらはグルーミングハンドブラシ、猫の気持ち付録。これ、あれ、もし、これ、あなた、あ、え、同じやつ。ああ、
やったー、どうして？やったー、ジャン君大好き。これ探してくれたんじゃないかな。ねえ、なんか付録だけとかっていうの、これさ買えるのかな。少しこう経年劣化してるから、うんうんうん、どっかで探したんだよきっと。それかあれか、メルカリとか。メルカリ、ありがとうございます。これ本当に助かります。まあ、いろんなねブラシ、これもいいなあれもいいなっていうの出てきましたけど、うん、やっぱこれ一番だよね、うん、ジャン君大好きです。これも、そしてこれも猫の気持ちって書いてあるよ。ちょっと形は違いそうだけどね。猫肝のやつ、あ、ちょっと違う。あ、なるほど、こういうやつね、うんうん、あ、こちらが少し柔らかいタイプ、ね、ポンちゃんが気に入るかもしれないね。はい、どうもありがとう。ありがとうね、肉球の形してるんだ、嬉しい。かわいい。はい、そしてこれもね、開けましょう。これも猫の気持ちだよ。これそうだね、これもちょっとシリーズで出てたの。違う、売ってないのよ。だから猫の気持ちで、うん、はい、ポンちゃんの気持ち開かない、よいしょ、ね、ポンちゃん、よかったね、いっぱい届いたよ。ピンとラバーになってる。はい、はいはい、はい、どうもありがとう。これしばらく使えるぞ。すごいすごいね、あのすごい古いの。ほらだってこれ2013年でしょ、これが今のやつが。これもだってすごい、私たちが買ってた頃のだから2010年。あ、ジャン君の生まれた年だ。本当だ。うわー、すごーい。歴史のあるもの、ありがとう。ねー、わざわざありがとうございます。そして、これだけじゃないんですよ。なんかね、まだまだ続きますよ。すごいたくさん来たんですよ。あ、それ先見せる？ピヨピヨ。はい、これは、音楽系の、これは何だろうな、風呂敷かな？ハンカチかな？いや、ハンカチ？あれかな？手ぬぐいかな？になってるね、うん、手ぬぐいの生地で作ったハンカチとか、うん、ね、はい、これはマオイさんが好きなインコと、うん、黒犬の音楽のね、そうだね、というイメージでいただきました。そしてポンちゃんはそれやってるの、はい、そして怒涛が続きます。はい、またもらった、すごいね、ポンちゃん、はい、どんどんください。すごいね、すごい、ね、いいやつ、いっぱい入ってましたよ。はい、はい、またチュール、はい、ポンちゃんの好きなチュール。そして見たことない初めてのシラス、シラスのピュアチュール、うん、ピュアチュールで、これ見たことなかった、はい、じゃあチュールシリーズね。はい、はい、チュールシリーズ、はい、マグロ、カツオ節入り、あ、ここにもシラス入りがあった。はい、これカツオ、これもカツオさん、あ、3つずつあるんだ、ちゃんと。はい、はい、ありがとうございます。多分買った時に入れてくれた、はい、まだまださらにあります。はい、じゃあフリーズドライ、フリーズドライ、これもすごいいっぱい入ってたよ。はい、ジャン君も大好き、フリーズドライ。なんかもうお正月と、多分これ分かってるね、お正月と一緒に来た感じすごいいっぱい入ってるよ、胸、はい、で、はい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 、うちいっぱい来た、いっぱい、いっぱいいっぱい、どうしよう、うち高くて言っても、ね、躊躇し、うちで買うときは躊躇しながら一袋ずつ買うやつだよ。僕ももらっていいのかなってなってるね。僕もだよ、よかったね、ジャン君、いただきましたよ。なんかすごい初めて見るフリーズドライもあるよ。この赤いの何？ホタテ、ニジマス。贅沢な。そうなの？初めて見た。はい、レバーミックス。レバーミックス。ああ、こういうのもね、こっちもね、あの砂肝もね。あ、ポンちゃん乗るんですね。はいはいはい。私のだからね。って言ってもね、これも？これはシラウオだって。へー、めっちゃ贅沢。あ、シラウオまた来たよ、すごくない？はい、そしてこれもチュール的なやつは、はい、これは猫ピューレ。そう、猫ピューレ、鶏ささみ、そう、ポンちゃんの好きな鶏ささみ。そしてこれは猫ピューレの、鶏ミルク、鶏チーズ、鶏ヨーグルト。へー、ちょっとどんどん新しくなってるね。ミルクシリーズ初めて見たね。あとこれは、ね、このシリーズもね、はい、時々いただくんだけど、なんて呼ぶかちょっとわからないけど、きっとり、きっと
わからない。ウェルネスのキトルズ。キトルズ、へえ、ちょっと待って、何県、何国、何国、その前にモンプチ、厳選チキン、これも大好きなの、ポンちゃんの大好きな、これも見せたかな、ローストチキンね。それもそれも、やはりいいやつね。いいですか、これで、うん、こんなです、こんなです、はい、こんなです。これでさらには先ほどのものもあるので、あれも並べちゃうか。あ、そしてカレンダー、うち作ってないのにもらっちゃいました、ありがとう。これはね、あのペットショップで買うともらえるやつだよ。さっきの袋のやつもちょっと出してここに並べましょう。すごいね、ポンちゃん、ポンちゃんのおやつ祭り。ポンちゃん、お誕生日になるとこんな目に遭うよ。すごいね。嬉しいね。どうする、ポンちゃん。すごいね。あ、ジャン君にお前に言って。うん、どうしよう、どうしよう。一緒に食べようって言ったか。一緒にね、って。うちのだけど一緒に食べましょうって。はい、はい、すごいね。ポンちゃん、すごいね。しょ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 。すごいすごい、ポンちゃん、どうする、ポンちゃん。はい、もう本当にそれこそ、寿司三昧みたい。すごいね、ポンちゃん。ポンちゃん、どうする、ポンちゃん。はい、最高の誕生日になりそうです、どうもありがとう。そしてジャン君もお裾分けいただきます。よかったね。はい、よかったね。ポンちゃん、だってジャン君これがもらえたんだよ、ジャン君の好きなこれが、うん、ね、よかったね。じゃあ、これをこれで両方で、はい、いいね、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃん、移動、移動、移動。ブラシすると移動する、ポンちゃんです。